きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、キャンプもね、はい、もう2月になるので、そうですね、はい、まあ、始まるまでに出てほしいですけどね、動画がね。万が一始まってる可能性もありますから、そうですね、今始まってないバージョンするので、はい、始まったバージョンもいいですか。始まったバージョンもどうですか。こんにちは。こんにちは。いやー、キャンプ始まりましたね。やりましたね。わかる、もうやっとね、始まったって感じですね。早いですね、オフ。秒っすね、やっぱり。秒ですね。まあね、どっちがいいかは皆さんに任せますけど、はい、あと両方映ってるやつですか。両方流れるパターンもありますけど ね、はい、出るタイミング私たちね、測ってないんで。そう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 、はい、今日はですね、はい、やっぱキャンプといえば、はい、やっぱ競争心、やっぱバチバチしてるんですか。あ、まあ、レギュラー争い、はい、まあね、レギュラー確約されてる人もいるんで、その人はあれですけど、レギュラー争い、はい、もしくは一軍入り争い、はい、オープン戦に向けては開幕スタメン、うん、開幕一軍争いが一番バチバチに繰り広げられる、はい、とこですよね、うんうんうん、だから今日はですね、はい、チーム内ライバルたちとの戦い方っていう、はい、おー、面白そう。語ります。っていうことは、同期とかそういうのではなくて、同じポジションで、同じポジション、はい、いや、別に同期でもポジション違うかったら利害関係一致しない。そっか、そっか、はい、別に利益を食い争うわけじゃないんで、はい、僕はキャッチャーだったら、はい、ショートとかセンターとか、うん、ピッチャーとか関係ないんですか、はい、そうですね、はい、だポジション同士の争いってことですよね。そう、ポジション同士のライバルたちとの、はい、どういうふうに戦っていくかっていう、はい、キャンプこうした方がいいよっていう戦い方です。おで、まあ、はい、まあ大きな括りで言うと、はい、二軍選手は同じポジションの人に喧嘩しろこらって思ってますから。守ってますって、もう100年前くらいしろ。シーズンとかね、2軍にいる時は、じゃあですよ、もう、まあ、キャッチャーだとします。ああ、自分今日出てないです。ああ、違うキャッチャー出てます。ああ、まあピッチャー打たれろと思ってるんですか。まあ、立場によりますね、これは、はい、だまずじゃあ若手の時ね、はい、若手っていうか、まあ1軍にまだ居場所がない時、はい、もしくは1軍行ったり来たりしてる時の心情のパターンで言うと、はいはい、もう打たれろって思ってます。まあでも自分がポジション取りたいわけですから、うん、チームが勝っても負けるよりやっぱ自分が出たいですよね。そうそう、チームの勝ち負けなんて応援だったら全く関係ないですから、はい、自分が出ることが大事なんで、出てレギュラーになってからは勝ち負け大事ですよね。そうそう、でキャッチャーでいうと、はい、勝ち負けも責任を負わされるじゃないですか、はい、だから野手だと勝った負けたそんな関係ないと思うんですよ、はい、そいつが打つか打たないかとか、はい、エラーするかとか、そういうのだけでいいんですけど、はい、まあキャッチャーって勝つ負けるもあるん で、 そうです、ね、もう10点ぐらいで毎日取られろ。性格悪いんでね、ちょっと思いたくなりますけど、でも僕は2軍にいるのが出とか、はい、1軍の試合勝って喜んでるようなやつはもうやめた方がいいぞと思うんですよ。やっぱそりゃそうですよね。もうブレーキでやめた方が向いてないって、うん、2軍にいて、うん、同じポジションのやつが活躍して、はい、チームが勝って喜んでるようなやつはもう今すぐやめた方がいいって。まあでもそんな人いないですよね。いないと思いますけど、いないですよね、思いたいです、いないと、うん、でもいる可能性もあるって、勝ったみたいな、言うたなみたいな、バカか、バカか、お前。逆に、いたら、なんてその天使の心を持った人だろうと、もうこの弱肉強食の世界で、絶対勝てない。そうですね。喜べないでしょ、うん、そんなに自分関わってなかったりとか、そのライバルたちの活躍とか、うん、2005年のプレーオフの時にロッテの、はい、最後僕がマハラから打った時に、はい、その2軍の選手、これ聞いた話なんですけど、はい、2軍の選手が見て、やっぱそれは勝つなと思ってますよね、はい、自分たちの居場所がなくなるので、はい、でその時に初球、ソフトバンクのキャッチャーの的川がインコ、はい、3人ぐらいで見てたらしいんですよ、はい、で、まあ、見てるところがすごいなと思うんですけど、はい、まだね、はい、で、的川がインコース構えた瞬間に、はい、全員が、あかーんって言ったらしいんです。らしいですよ。全員で、そこのいた人に聞いたんで、はい、であかんって言ったら打たれて、ほらーって言って、だからあかんってサントスに言うそうか、あかんって言って全員が言ったって言って、もう構えた瞬間に、はい、もう勝ちを収まったって思ったって言って、はい、でも僕はそうじゃないといけないと思うんですよ、うん、それが逆に言うと普通で、その闘争心がないといけないわけですよね。だからそれがひどいとか、うん、チーム内なのにとか、
っていうの人の方がダメ、それが普通。え、じゃあですよ、もうそうみんな思ってるわけじゃないですか。ああ、そこで足の引っ張り合いみたいなことはないんですか。足の引っ張り合いはだから言えばですよ、うん、そんなないですね。あ、そこはでもかっこいいですね、はい、もちろん心の中で思うのは自由じゃないですか。ああ、それがそのなんて言うんですか、道具隠したりとか、そうそう、あとはなんかそのなんか悪口吹っ込んだりとかっていうのはないですね、はい。僕の見てる限りでは、はい、そのロッテで言うと、うん、そういうのはないですけど、あのライバルを蹴落とせるのは、うん、キャッチャーだけなんですよ。自分のライバル、うん、もしくは、うん、いわば仲いい人、はい、仲悪い人を、はい、のさじ加減で蹴落とせる可能性があるのはキャッチャーだけです。え、どういうことですか。でもしピッチャーの場合、はい、ライバルだったら、はい、こいつに勝ちたいと佐藤さんにピッチャー、はい、だったわ。もし赤間さんもライバルとしたら、はいはい、ピッチャー、赤間さんに勝ちたいと、はい、残り一つの椅子を俺はゲットしたいと、うん、競い合ってるんやってなった時に、勝つ方法はピッチングでいい球見せたりとか、紅白戦とかシート攻撃で結果残したりとか、ね、オープン戦で抑えたりしかないじゃないですか、はい、っていうことは、この僕が袴田さんを追い落とすためには、はい、僕が結果残すしかないんですよね、はい、だから僕が袴田さんを追い落とせないですよね、何かの作用で、はい、あ、そっか、はいはいはい、結果でしか落とせないですよね、はい、野手もそうですよね、はい、僕がサードで、うん、袴田さんもサードで、はい、それやってた時にその袴田さんを蹴落とすためには自分が打つとか守備するしかないですよね、うんうん、直接なんかできないですよね、はい、キャッチャーってそれはできるんですよ、はい、え、何ができるんですか。まずキャンプで言えば、はい、シートバッティング、はい、紅白戦ありますよね、はい、同じキャッチャー打席に立ちますよね、紅白戦だから。ライバルは同じキャッチャー、袴さんと僕がキャッチャー、はい、キャッチャーだった場合、はい、僕が赤組で袴さんが白組で、あ、はい、僕がキャッチャーで、はい、キャッチャーがバッターボックス立ちますよ、はい、っていうことは僕のサインで抑えるんですよね。ああ、はいはい、ってなった時に、うん、もうキャッチャーの人は全員聞いといた方がいい、これをね、はいはい、これは1回目、ね、あの日刊スポーツの記事でも昔に書いたんですけど、はい、紅白戦とかシートバッティングで、はい、キャッチャーはキャッチャーに打たれたら絶対ダメです。おー、だから大げさに言うとフォアボールでもいいから、はい、あの簡単な配球者なんですよ。うーん、もう2ボールからでもフォークとか、はい、3ボールからでもフォークとか、はい、もうカウント整えるとかしちゃダメです。なるほど、もう打たれてもいいからインコースガンガン行くとか、はい、もう厳しい、もうカウント関係なくに全球勝負なのでフォアボール OK、キャッチャー同士での対決が生じちゃうわけですね。そう紅白戦だと、はい、もうその時にはもう全勢力をかけて、はい、もう打たれるぐらいだったらフォアボールでいいです。はい、そしたら評価そんな上がんないんで、はい、そっか、はい、え、だからやっぱりキャッチャーも打てた方がいいわけですもんね。そう、うん、で打てるのがやっぱその評価にもなるわけじゃないですか、はい、うん、そうなった時に対キャッチャーが立ってる時に、はい、そんな簡単な配球して打たせたら自分の首絞めるのと一緒ですからね。そうですね、なんかその相手のキャッチャーがバッティングも打てるし、はい、あの守備のリードしてる方はリードも良くないっていうダブルで対決になっちゃいますもんね。だからもうフォアボールでもいいから、うん、もう超厳しめ、もうカウント整えるとか、カウント球とか、はい、もう投げちゃダメです、はい、もうそのピッチャーの一番いい球をどんどん投げさせて、うん、フォアボール OK、打たれるぐらいだったらっていうぐらいにしなきゃいけないんですよ。なんかピッチャーだったら、ピッチャーってその枠が言えば野手とかよりは多いじゃないですか、中継ぎ先発って出られる枠は、うんうん、野手ってその、まあ、ショート、セカンド、まあ、コンバートもちろんありますけど、うんうん、すごく人数が少ないじゃないですか、うんうん、そこのライバルたちってやっぱりバチバチ感は心の中であったら、もちろん普段仲いいのかな、どうなんだろうと思って、だから、うん、あの表面上仲良かった、表面上は普通ですよね、はい、その代わりここでは何て思ってるか分かんないですよね。でもしかしたら大親友になれるかどうかってちょっと分かんないですよね、うん、それはなれないんじゃないですか、利害関係が一致して、うん、ね、そこがしてる人は、うん、タッチングだったらいいですけどね。そうですね、うん、そこだからその僕とかだと、はい、癖とかもピッチャーの癖とかもよく見てたんで、はい、癖も一人で見るより二人で見た方が確認し合えるじゃないですか、はい、その時に僕がやってたのは、はい、大塚さん、はい、大塚明さん今コーチですけど、はい、いたんですけど、大塚さんの癖を見るのが得意だったんですよ、はい、だから得意と得意同士が二人だけで情報共有して、はい、で二人だけで確認し合ってやってましたよ、はい、その代わり他の人には口外します。だから大塚さんもキャッチャーの僕がどんなに活躍しても、はい、僕と競い合いすること大事です。利害関係はね、はい、うんうん、で 僕も大塚さんがどんなに頑張ったところで、はい、僕の身は痛まないじゃないですか、はい、
で大塚さんって 1,2 番だったりとか、はい、あとは下位だったりすることが多くて、うん、で僕は6番とかクリーンナップとか打ったりとか、まあ、下位を打つ時もありましたけど、いい感じで2人がばらけてるんですよ、繋がんないんですよ、うんうん、なった時に大塚さんが打席の中で、あの佐藤ここがこうなってるとなった時困窮したと思うんだけど、うん、あの佐藤もちょっと見といてって言われて、はい、でちょうど相手に僕があるから、うん、でちょっと見ときますねって見に行って、はい、行けます行けますって行けますって、はい、見えましたって、へやるのあるし、分からなかったら、はい、ちょっと分からなかったです、ちょっとちゃうかも分からないですねっていうのもあるし、僕が発見したら、いや大塚さんこうやって言ったらこうだと思うんで、はい、打席で見といてもらっていいですかって言って、うん、OKOK じゃあ見とくねって言って見に行って、あ、いけるいけるっていう時もあるし、あんまりやったなっていう時もあるので、うん、それを試合中も2人でやって、はい、2人だけの情報数、ここだけがどんどん情報量が集まるんですけど、チームから癖とかいろんな情報が出た時は共有しますけど、はい、個人で発見するやつは一切公開しないんですよ、自分だけの情報は宝物です、ね、うん、だチームで団結してやろうって言いますけど、やっぱりそのレギュラー争いっていうのはもう争いですね、うん、本当にだから一番チームとして頑張ろうと思うのは、うん、もうバリバリの完璧なレギュラーになった時だけです、そうですね、余裕ができてからですね、はい、完璧なレギュラーになってくると全部が変わってくるんですよ、はい、どうぞどうぞ、受け受けみたいな、違う、だから僕が休みでキャッチャー出てても、はい、だから橋本とか出た時でも、はい、打て打てみたいな、打ってチームを勝たせて順位上げろみたいな、はい、まあお前が1本打ってもまあ俺は2本打つけどね、だからもう余裕でしかないです、余裕だから全然打つなとかもう全然思わないです、ね、だから自分の成績よりもチームが勝つことっていう人間っていうのは、うん、自分は成績出せると思ってるやつなんですよ、はい、自分は何も考えずに成績出せるからチームのためにって言うんですよ、自分の成績も出せないやつがチームのためって言ってもまずお前は自分のことって思われるじゃないですか、あ、そうですね、あなたが自分のことやったらチームのためになりますから、うん、まず自分のことを考えてねってなるじゃないですか、うんうんうん、そういうのも立ち位置によって全然もうバリバリになったら、うん、もう全員頑張れみたいな、あーチームのために勝てみたいな、すごい器がどんどん大きくなってくるんですね、もうチームのために打て打てみたいな、うんうん、いやでもそのバチバチ感ってバチバチ感あるのはすごくいいことだし、うん、足の引っ張り合いとかは別にしないわけじゃないですか、うん、まあ、情報を教えないとかはありますけど、うん、その恋に何かをするとかないので、うん、それはやっぱり男らしくてなんかスポーツマンシップかっこいいですね、どうですか、アナウンサーさんあるんですか、なんか、なんか 女の人が多そうですね、なんか女の人怖そうですね、アナウンサーはまあまあ言えばドロドロじゃないですか、ね、だって、まあ、僕もよくわかんないですけど、客観的に見たらやっぱりその、ね、はい、ゴールデンタイムとか、うん、帯番組の MC とか、はい、もし報道関係やりたい人はニュース番組とか、はい、逆にバラエティ系やりたい人はゴールデンのバラエティの MC だったりとか、はい、しかもね、アナウンサーさんも一人とかじゃないから、はい、いわば一つのポジションをめっちゃの大人数で要は争ってるわけですよ、そうですね、やばいっすね、やばい人はやばいと思いますよ、ね、私はありがたいことに、うん、そのなんかドロドロバチバチをあんまり味わずにここまで来てしまったんです、センター放送なかったですか、東方高校ですよね、 まあ、ある人はあるんですけど、うん、まあ、まずは同期がいるかいないかにもよるわけです、同期ちょっとあれですね、同期女一人で入ればいいんですけど、うん、まずは先輩後輩よりも同期でどっちが先に番組をもらうかになるわけですよ、うん、で私はありがたいことに、うん、女性の同期一人いたんですよ、うん、なんですけどもう最初から住み分けされてたんですよ、おうおう、私は情報バラエティーで、でもう一人の子はニュースの読みがすごい上手だったんで、もう報道を開けられたので、おうおう、番組を競うことがなかったので、すごくこうなんか、まあ、ポジション違うみたいなもんですよね、まあ、ポジション違う、そう、あ、浜田さんキャッチャーで、はい、あんまりとこピッチャーみたいな、まさにそうだったんですよ、だからで、食い合わさないですもんね、はい、でも本当に私はもう心穏やかに生きてきたんですけど、やっぱりどう大体女の子2人ずつ入るんですよね、そこで同じ番組を担当させられたりとか2人でとか、そうなった時のバチバチはもうすっごいですよ、ね、どっちがメインかみたいなね、はい、あの笑顔の奥にある鬼の夜叉の目みたいなね、でなんか次のクールで1人降ろされるとかあんまけですよ、そうなるともうその同期2人があの、まあ、悪口合戦とかいろいろそういうのがあって、でもこれ私はもうこのチャンネルアナウンサーに興味ある人見ないかもしれないですけど、もう本当に一番はあの悪口とか何もしないで静観することが一番大事だと私はもう悟りました、結局ですか、結局足の引っ張り合いをして悪口とかをこう吹き込んだりするわけですよね、あの子がこうやってましたとか、そうすると悪口言った方もやっぱ評判悪くなるんですよ、確かにね、そうだからその2人とも落ちていくわけですよそうっすか、そうなっちゃうんですね、そうなってくるんですよ、本当にもうアナウンサーの
のつながり、もう同期、うん、全国にいるんで、うん、もう直接聞く話なんで、うん、ほぼほぼ生活の話いろいろあります、アナウンサー。まあね、はい、皆さんもね、はい、職場でもね、はい、多分いろいろあると思うんですよ。そうですね、はい、アナウンサー限らず本当、うん、まあ、もうアナウンサーもローカルもそうですし、キー局なんて本当大変だと思いますし、うん、結局ね、はい、気づきました、はい、何しなきゃいけないのか。何ですか？この今ね、話してきて、はいはい、袴田さんの話も聞いて、はい、いろんな話を総合すると、はい、一番大事なこと気づきました。はい、何でしょう？絶対的な力つけましょう、はい、もうそれしかない、それしか、今思ったんですけど、はい、だからさっきの僕の話じゃないですけど、やっぱり力がない、うん、若手のまだ居場所もない時は、うん、手勝ちのバラーって言って、毎日10点ぐらいとりあえず負けろーって足引っ張ったりするかもいいわ、はい、思うってことは、うん、やっぱり自分に能力が足りない、そうです、相手より自分が劣ってるっていうのを知らず知らずうち自覚してるから、そういう風に言うわけじゃないですか。立場が確立されてないわけですからね。ああ、だからそうなるわけですよ、はい、それが、まあ、僕は話を後半に言いましたけど、でも居場所掴んだら、いや、俺から本当に打って打ってみたいな、はい、教えてやるよみたいなっていうのは、でも確かにそうかも、全体的な力ができて、はい、自分に自信があって、別にやっぱあなたたちどんなに頑張っても僕には勝てませんよっていう、うん、力と自信があるから、はい、そう思えるようになってくるわけじゃないですか、うん、ライバルたちの戦い方とか、うん、はい、キャッチャー絶対なんかいろいろ言ってきましたけど、もう結論出ました、はい、プロ野球界の皆さんも、はい、社会の皆さんも、はい、ごちゃごちゃに巻き込められたくなかったら、もう力つけるしかない、はい